桜の季節、この時期続々と日本を訪れた海外デザイナーたちの姿を追いかける大特集、ウエストミーツイースト来日デザイナーズスペシャル。10年ぶりの来日となったドリス・ヴァン・ノッテンは東京で展覧会を開催、多くの日本人と交流を深めた。もちろん先日行われたパリコレの模様もお届け。日本の春にモードの花が咲く。2019年2月末、パリの美術館パレド東京ではドリス・ヴァン・ノッテンのショーの準備が進んでいた。今回発表されるのは2019年秋冬のウィメンズコレクション。開幕時間が刻々と迫る中行われた最終リハーサル。ドリス自らが精力的に動き回って、照明や音響からモデルたちのウォーキングに至るまで仔細にチェック。一時も休むことなく細かな指示を出し、ディテールに修正を加えていく。モデルたち全員が舞台袖にスタンバイすると、ショーの開幕だ。ショーはメンズコレクションにも通じるジェンダーレスなシリーズからスタート。1940年代から50年代のクチュールを思わせるテーラリングが印象的。さらに花がプリントされたシリーズへと続く。For this collection, for me, was really kind of an idea which started with the poem of Gertrude Stein, "Rose is a rose is a rose is a rose," where you really think about associations and connotations, where you have like the standard idea of a rose, which can be a person, can be a flower, but can become also a symbol of beauty, a symbol of passion, but also a symbol of decay.I wanted to have even kind of a melancholic feel in this collection. ドリスの自宅で撮影された花々の写真。その不完全で欠陥なる姿をありのままにプリント。50種類のバラ、サルビア、モミジ、ダリアなどなど、男性的で飾り気のないワードローブ、女性的でクチュールのような装い、体を包むようなシルエットから構築的なフォルムへ。情熱と衰退が入り混じるドリス・ヴァン・ノッテンらしい考え抜かれたショーを見せた。ドリス・ヴァン・ノッテン青山店、2009年のショップオープンと同時に1階のウィメンズフロアには17世紀に描かれた2枚の絵画が飾られている。レンブラントと同時代に活躍したベルギーの画家エラルート・デ・ライレッセがギリシャ神話を題材に描いたこの大作は、ドリス・ヴァン・ノッテン自らが所有するもの。ベルギー・アントワープの港を出発した作品は、海を渡ってはるか遠いここ東京にたどり着いた。アントワープは、the city where I live, where I'm born, where I went to school, and where I work. So...Antwerp has a very big influence on me. And of course, Antwerp stands also a lot for Baroque painting when you think about Rubens, Van Dyck, all those painters. And he is one of also like a really good painter. So when we saw those, when we were busy with the idea of the store in Tokyo, I said like it would be nice that in the store you have rather strong Japanese elements. So, but that there is also something typical Antwerp. 10年前のショップオープン当時、この絵画を解釈した作品を2人のアーティスト、堂本由美と稲川美香が制作。今年それを再解釈、新たなアーティストによる作品を加えて展覧会が開催されることとなった。ギリシャ時代から17世紀で、17世紀から21世紀っていう、本当時間がこうループしてつながっていくような、そういうアートプロジェクトだと思うんですけど、10年後にまた新たな答えというか、一つの世界を生み出すっていうふうなことをドリスさんがずっと考えていらしたんだなということは、私にとってはすごく驚きであり、嬉しい驚きでした。I'm living in the future, so it's not that I want to make space things, but for me it's very important that we don't stand still. So there came the idea of asking then.Young Japanese artists to make their interpretation, so that you have kind of a confrontation really between historical Belgian culture and contemporary Japanese culture.
2019年3月末、ドリス・ヴァン・ノッテンは10年ぶりの来日を果たした。時は桜満開の時期。ゆっくりと花見を堪能したいところだが、滞在スケジュールは超過密。青山店では顧客向けのカクテルパーティーが開かれた。多くの顧客たちと交流を深めるドリス。率先してもてなす姿に彼の人柄がうかがえる。いつもは飾られているライデッセの絵画の場所には貸し出されている旨のメモが貼られていた。絵画が貸し出されていたのは品川にある原美術館で行われた展覧会。タイトルはインタープリテーションズ東京、17世紀絵画が誘う現代の表現。このギャラリースペースにライレッセの作品2点と、10年前にその絵を再解釈して制作された堂本優美、蜷川実花の2点、さらに今回新たに制作された作品などが並んだ。10年の時を経て今回新たに選ばれた若手アーティストは3名。1人目は佐藤あたる。やっぱり17世紀のものなので、なんかこの絵自体が亡霊のような存在って僕は思って、で甲冑とかああいうギリシャ神話のこういう武装している形っていうのがなんかこう全然入ってこないんですよ。その距離感がありすぎて、多分この全然関係なく遠く見えてる話も自分たちのことなんじゃないかなっていうふうに捉え直して、私たちに近づけるために被服は全部こうヌードにしたり、あとその装飾品もつけなかったり、アキレスとアガメムノンのその時代のものだっていうのはあんまりわからないようにして、ただその構図とか精神状態だったんだろうとか、そういうことだけを考えて描きました。他にもライレッセの作品に登場している人々が愛したであろう女性を抽象的に描いた作品など合計4点が展示された。2人目はあの谷雅穂。アキレス腱に矢が刺さってるんですけど、血とかが出てないんですよね。血が出てないっていうのは芝居演劇みたいな感じがあるから、いろいろこう妄想が始まって、グロテスクな戦いというよりかはみんなでこうなんですかね、ケーキじゃないですけどケーキを誰が一番最初に食べるかみたいな、なんかそんな遊びに見えてきて、まあ僕自身の制作でもすごい遊びっていうことはテーマなんですけども、なんかその遊びっていう感覚をその中から僕なりに見つけ出しましたね。3月29日原美術館で行われたレセプションにはドリス・ヴァン・ノッテン自らも姿を見せ、ファッション界はもとより美術界や芸能界などさまざまな分野から多くの人々が集まった。青山店オープンの時から店内に飾られている作品を描いた画家の大場大輔や、10年前の企画に参加した堂本優美も来場。さらに今回新たに作品を寄せたアーティストも集合していた。レセプションが盛り上がる中、もう一人の若手アーティストはまだ作品に手を入れていた。美術家の石井奈穂だ。よく考えてみると、またその17世紀の人も古代ギリシャの人々、ギリシャ神話のものを再解釈してあの作品を、あの絵画を描いたんだなと思いまして、そうすると連綿と古代からずっと現代までその解釈するということが続いてきている。なので私は今回はそのドリスさんのお気に入りのあの絵画のさらに昔に遡っていって、それで作品を作るということを考えました。
We have a nice contrast of all those artists which are here, who made like, who did us the honor to do the interpretation of the artworks which we have in the store. And which I'm also very happy with, is that you have a beautiful confrontation now with the art of 10 years ago, with now the very young people who did now completely a different thing. 心地よい春風が吹く酔いとあって、中庭にまでスペースを広げ、心尽くしのもてなしに舌鼓を打つ参加者やゲストたち。レセプションのざわめきは夜が更けるまで途絶えることがなかった。単なるそのトレンドで、あるいはその現象的にアーティストを捉えていくのではなくて、非常にそのドリス・ヴァン・ノッテンという作家がアーティストのインスピレーションというものを非常に大事にしているファッションデザイナーだと思うんですね。10年前のそのショップのコンセプトが非常にいい形で展開したというふうに捉えています。次なる10年後、ドリス・ヴァン・ノッテンの意識はどこに向かっているのだろうか。